なんかですね、ロシアの石炭を政府が買わない方針であると、段階的に減らしていくそうであります。それでですね、山口環境大臣がロシアのせいで電気代高くなっちゃいますけれども、ご理解くださいなどと記者会見で発言しまして、石炭ないなら原発を動かせと非難号々巻き上がっておりました。原発を止めていることによってですね、止める前と比べて電気量は 25% 上がったままです。産業用、工場などで使う電気代は 40% 上がったままであります。これではですね、自動車や製鉄といった電気をものすごく使う工場は日本に作ることができません。石炭が足りない、ロシアからの石炭は買わないということであれば、震災前も同様に原発を動かしてですね、電気量を下げてもらいたいと日本改革党は考えております。原発動かせばですね、火力発電で燃やしている石炭だいぶ使わなくなると思いますけれども、ロシアから買っている石炭は輸入量の約 13% だそうであります。全部の原発動かしさえすれば 13% ぐらいは変えられるんではなかろうか、このように考えております。今日になって岸田総理は、原発も再生可能エネルギー、太陽光とかですね、風力発電も使うと言ってですね、原発再稼働しないわけではないみたいなことを匂わしておりましたけれども、今ですね、海水からウランを取る技術がもう少しで輸入するより安くなると、で海水中には無限にウランが存在しますので、日本はですね、どこからも買わなくてもウランは海から埋める国に、なることができると。火力発電所もですね、最近電力が逼迫しまして、一部の地域で停電が起こりましたけれども、日本の今発電している火力発電所も老朽化が甚だしく、9カ所の火力発電所を止めている状態で起こった電力の逼迫だそうであります。新たに火力発電所を作るよりも、止まっている原発を動かしてですね、電力を賄った方が合理的だと考えます。春の今の時期に電力がすでに逼迫しているのでありますから、電力を一番使うですね、真夏にですね、電力足りないということで停電してしまったのが命に関わります。特に都会は命に関わります。ですので、安全が確認された原発は徐々に再稼働していって、電力量を増やし、真夏には全部再稼働間に合わせてほしいな、いつ停電するか分かんないなという事態でありますと、もちもちエアコンもつけて
いられません。日本海学徒は原発再稼働して電気代を安くしてくれ、このようなことを考えております。それにですね、外国よりも電気料を安くできれば、先ほど言ったような電気をものすごく使う製鉄であるとか、自動車、バイクもそうですね、そういう工場が、外国企業の工場が日本に建設されるようになるかもしれません。そうしますと日本人の雇用も増えますし、米国企業の工場が日本にたくさんあると、そういうふうな状態になりますと、安全保障の面からも有利であります。日本を攻撃することイコールアメリカ企業の工場も攻撃することになる。そうしますとアメリカ政府はそのことを許しておかないと思います。原発を全部動かして、もしくは新しく性能の高いものに取り替えてですね、電気量を震災前より安くしてほしいなと思っております。こんにちは、日本改革党の、我々日本改革党では憲法9条の改正というのを訴えていきたいと思っております。現在ロシアによるウクライナの侵攻が現実に起こっております。私、子どもの頃、学校の先生に憲法9条があれば絶対に戦争にはならない、平和で幸せな国を守っていける憲法9条があればというふうに教わったんですけれど、それが嘘だということがよく分かりました。何の罪もない人が、今ロシア軍によってウクライナの人々がたくさん亡くなっています。現在の日本においても憲法9条があれば戦争にはならない、平和を守れる、安全を守れると言っている政治家の人がたくさんいますが、はい、嘘です。どうか皆さんも憲法9条があれば平和で幸せな生活が守れる、そんな幻想に騙されないでください。我々日本改革党は憲法9条改正を進めていきたいと思っております。それともう一点、 NHK がネットに放送を載せて、スマートフォンなど、所持している方からもいずれは受信料を徴収しようとしています。テレビがご家庭にある方は今の NHK に受信料を支払っている方はたくさんいると思うんですけれども、今後スマートフォンを持っているだけで受信料を NHK に徴収されてしまう、そんなことになるかもしれません。私は家にテレビがあるんですけれど、30年くらい受信料を支払っておりません。 NHK と受信料契約を結ぶのは国民の義務だなんていうふうに皆さん騙されていないでしょうか。当たり前のように NHK に対する受信料の支払いをしているのは本来であれば必要はないことです。おかしいなと思った方は我々 NHK との最悪のお手伝いをしておりますので、日本改革党にご相談ください。よろしくお願いします。